ロサンゼルスドジャース大谷翔平選手の通訳を務める水原一平氏が解雇されたと複数のアメリカメディアが20日伝えましたロサンゼルスタイムズによりますと水原氏が賭博に使うため大谷選手の資金を大規模に盗んだとして告発されたということです またスポーツ専門局 ESPN は水原氏は捜査当局が違法賭博の疑いで捜査しているブックメーカーに借金があり大谷選手の口座から少なくとも450万ドル、およそ6億8000万円が送金されたと報じています。ドジャーズはは、21日、水原氏ととのの契約を終了したと発表しました、ま、た。た、発表まま大谷選手側の弁護士は 大谷選手が大規模な窃盗の被害に遭っていることが判明し当局に問題を引き渡したとの声明を出しました。